これは人狼動画のオープニングで突然始まった笑ってはいけない煉獄杏寿郎である。この中に一人鬼がいる。え、大変だわ。誰かな。お前がかな。え、それまで一緒だった。どういう感じ。おい、ちょっと黙っててほしかったごめんなさい、ごめんなさい。テイク2だ。はい。この中に一人鬼がいる。あ、ごめん、もう一回やっていいですか。二人だった。いや、でもよかった。二人で、ね、俺笑っちゃってごめんっていうとこだった今。二人だったわ。ちょうどいいじゃん。煉獄さんがそれ言ってるの、そうしたら面白くなっちゃったお願いします。このキョンジロウの発言が全ての始まりだったのである。この中に二人。今日は滑ったら煉獄さんに任せればいいんだもん。今日笑かすこと思ってないのよ。やりましょうか。はい、この中に二人鬼がいる。始まってるのよ。違うんで、あったの間が間がないんだ。間がいいんじゃん。間がないんだ。この中に二人でって、こうやって見たらこうやって編集でして、煉獄チャンネル作ろう。今朝座ってただけで面白かった。座ってたよ。みんなが出てくるのをあのアルファードの中でずっとこうやって誰も出てこなくて、この3人しか気づいてない。はい、我慢します。面白い。いやいやいや、まだ言ってない。この中に2人。この中に2人。違う、タマちゃんそれ静かになった瞬間から。ちょっとさ、あの悲しいことその瞬間。ああ。あれ、一回さ、また笑いした方がさ、静まるんじゃない？いや、もうダメ。もうダメ。もう無理。みんなで佐々木のことが嫌いになるの。どうしたの？ダメだ。ダメだ。バーカ、バーカ。バーカ。煉獄さんが言ってた。よし、やるよみんな。こいつマジうざって思われるぐらいないと笑っちゃう。これ一択目でしょ。あんまりだって。やりましょうかね。すごいすごい。次笑った人はもうほんと帰ってもらえ。あとで俺のちょんくまのチャンネルのサブチャンで一発ゲットもらいます。うわ、次笑った人は一発ゲット。ただ数十秒の変顔とかなし、普通にショートコント。数十秒の静かになったショートコント。この中に二人。おい、ゆいちゃん。もうここでショートコントなんだよ。だからゆいちゃんは一人。いや、まあ、全部一緒だった。いや、俺もマジで。俺もちょっとお腹鳴ったしね。それだよ。それだよね。それで笑いそうって。このタイミングでお腹鳴らしたんですよ。それで笑いそう。すごいよ。楽しくなっ
田中ちゃんがいきます。この中に2人鬼がいる。これ動画になろう。笑ってはいけない連結。じゃあ最後似合ってしない人を拾って痛みつけて。では始めたいと思います。はい、お願いします。こんにちは、佐藤ひろです。こんにちは、ひなたです。